そしてここからは少し趣向を変えてですね、皆様お待たせいたしました、本日の宴第34幕を彩るラウンドガールを紹介いたします。絶好調、ボーボー
のラウンドガールの皆さん来ていただきました、それではまずはともちゃんからね一言ずついただきたいと思います。よろしくお願いします。はじめまして、ともです。よろしくお願いします。16歳です。そう、16歳なんですよ。じゃあ走りますあれ、いや走るの、いやいやいや、あの大丈夫よ。あ、大丈夫ですか。よろしくお願いします。さあ、こんな元気なともちゃん16歳でございます。皆様応援のよろしくお願いいたします。さあ、続きましてこちらも初登場でございます、みまちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まあね、初登場ということもありまして、自己アピールの方よろしくお願いします。私、体が柔らかい自信があります。じゃあせっかくなんでちょっと見せていただきましょうか。さあ、どんなもんか行ってみよう。本当に柔らかい、本当に柔らかい、本当に柔らかい。ちょっとともちゃん走りながら、走りながら、ともちゃん走りながら、はい。さあね、新しい絵で楽しんでいただきたいと思います。改めましてご紹介しますと、みまちゃんです。よろしくお願いします。さあ、続きましてマリアちゃんが2回目の登場でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、自己アピールの方で何かありましたら、せーの、パンケーキ食べたい、だそうです。皆さんよろしくお願いします。パンケーキと投票の方よろしくお願いしますね。マリアちゃんです、よろしくお願いします。さあ、続きましてセナちゃんです。よろしくお願いします。ぶっちゃけ紫担当レディ…あ、違うバイオレットセナバイオレットセナ出ました。皆さんがバイオレットなんで、なんで、え、なんで、なんで？ともちゃん走る。いやいや、待って。どういうことこれ？二人ともやったわ。え、何？どういうこと？楽しい。もしよければ会場の皆さんも一緒にどうですかね。 YATTAWA じゃあせっかくなので、ね、会場一つになりたいと思います。それではいきますよ、せーの、 YATTAWA。 なんか一つになれましたね。ありがとうございました。この美しい女神たちをですね、可愛く素敵に仕上げてくれたのは東京立川にありますトータルビューティーサロンソルシエルさんでございます。ネイルサロン、まつげエクステ、ヘアメイクまで手掛けるまさにトータルビューティーサロンでございます。立川近郊でネイルサロン、まつげエクステ、ヘアメイクなどを探した時はぜひともお立ち寄りください。よろしくお願いします。そしてですね、本日このラウンドガールの皆さんの人気投票を行っておりましてですね、皆様お手持ちのチケットの左側のピンク色の部分が、そちらが投票用紙になっておりますので、可愛いな、応援したいなと思った、ラウンドガールにですね、どんどん投票の方よろしくお願いします。会場入り口にてラウンドガールの人気投票を行っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。といったわけでございまして、以上、宴第34幕を彩るラウンドガールショー